おはようございます。おはようございます。第1回旅行。一回ね。はい。ですね。北海に行こうかな。どう言ってくれ。いや、模様あの頃のウィナーズユニーク。どの頃？どの頃？何ですか？どの頃？おの頃ですか？おの頃？手荷物預けにやんかん。預かばんみたいに言わんとって。言ってないやろ。なんで手荷物預けへんの？手荷物ないのよ。記念に預けろ。なんで記念って何預けんの？ジャイさんが切れてたんやから、お前の部屋。言うな、ウィナーズのバスの中の裏話。俺が車内で平行でジャイさんが切れた話。あれお前さ、あの部屋さ、我慢できんかったの？おっきい声だよ。思いっきり声だで車内でいつもこけへんやん、うん、ゆっくりこくので思いっきり声でジャイさんさわさわって言ってたでジャイさんそんなんちゃうで大きい声で言ってたあのジャイさんが試合ぐらい声出してた、うん、アークまで上げろってぐらいくさって言ってた車内でアークまで出ろってもう塀のことかな思うもんねまあペナルティーエリアというかプーナルティーエリアとでも言いましょうか。シンジ？いやでかいねボケ。いやユニクロか。ああ、少し緊張してきたな。緊張してんの？ん？何見てんの？お、ルナ見てんの？え、アップル、アップすな。アップすな。おい、何してんねん。何してんねん。首かしげてる見える時あるってことジャイさんすぐすな下から見たいジャイさん景色見ていいいいよごめんないや景色いいっすねあったやっとあったこの 4,5 年でやっとあったやんけよって書いてるんでもうこれ僕のでいいですかはい、北海着きました、死ぬほど寒いですほんまにびっくりしてる半ズボン俺らだけですシンジレンタカーを借りましたはい新千歳空港でねあの視聴者さんにまあお会いしたんですけど、はい、全員ちょっとあんま良くなかったなやっぱり、はい、全部の視聴者さんがあんま良くなかった良くなかったとあなたの対応がでしょいやどんなんですか僕普通ですけど、まあ、そのまあ盗撮なんかあるじゃないですか我々は、うん、その盗撮してくる人が、うん、それに対してカメラ回してんのに盗撮すんだよ俺ウケるこれそんなんか言うわけないやん言いましたねいや盗撮せんといてって言ったいや盗撮するよあれなんでするんかなほんまに俺は疑問でそんなんされた後盗撮された後に写真撮ってくださいって言われたら俺はほんまに神対応できないです盗撮すんだよ、これ盗撮される前にずっとこうやって歩けなんでやねんバルタン星人か、俺顔はねで、あともう一つはなんか珍しくその二人で歩いてたら、うん、あれだじゃんって言われてうんあ ってなった時に隣でマキがわしらいおめちゃめちゃ怖いで極道の言い方やわしらいいや、ボケかなと思ってシンジ北海道といえばレラやなアウトレットだっすねアウトレット全部ダウンダウンしかないダウンしかない店やハンズボンにコートはそれチンコ店や不審者やってアウトレットゾンビ出た人少なほんまに寒いなタンクトップかこれかで迷ったけどタンクトップ目線でよかったあバリ興奮しそうえぐいいやわしわいシンジ吐いて出てきてなどうやって決めるんだ一回閉めんでいやいい店だ見てくれてるんすか見てますワクプラのやつチャンネル登録もしてましたあチャンネル登録もありがとうえもうできたっすかできたっすかうんあげるでうんあーだだメッシ行きたいよねメッシっすかメッシっすか朝からあれは厳しいってお前やって連れてきたお前何薬やってんのかお前やって
ナイスジャッジレフリー。そんなん言うてへんで。シンジ？はい、お腹すいたんで、夕張のメロードっていう爆笑の名前の爆笑道の駅来てたんで買いました。お昼ご飯です。メロンです。夕張のメロンです、ね、はい、僕が買いましたんでプレゼントします。大丈夫です。なんでですか？あんま好きじゃないです。え、気まずメロン。お前好き。俺好きじゃないです。シンジ？いや、もう北海道着いてもう雨も降ってきたからもう最悪ですわ。もうあー、え？この大雨で外で食べてる人いる。なんでここってそのゾンビタウンなの？こうなんか結構おしゃれなとこいっちゃ多いやん。天がぶら下がってる。なんで？おしゃれなところ多いやん。うん。なんかおしゃれなとことか、うん、人が一人もおらんのよ。絶対にゾンビタウン。ゾンビ？焼き鳥アゲインやって。焼き直してるやん。ちょ、細いって。何も食わしてもらってないってあるんですか？食うてるやん、地面。そう、あの、触れるんかな？お前さ、あの四つ前に入ってたらバレへんのじゃん。バレるやろ。シンジ？コーヒー、ブラックコーヒーやから。乳搾ってカフェラテにしよう思って。勝手に？勝手に。え、牛レイプ？うっしし。めちゃくちゃ飲んでんやけど、水。デカバンビ20分ハーフしたんか、お前。マキシタチューブ。はい、サホロベアマウンテンに着きました。めっちゃ怖いことが2個あります。何ですか？まず、オオカミが放たれてます。あれ、オオカミじゃないです。あれはアイアムレジェンドで追いかけてくる犬です。もっと怖いね。そして、あそこね、救護室って書いてます。はい。イコールクマやから攻撃が食らいます。はい、僕も怖いこと2つあります。え、何ですか？音楽です。まず、おい、ゲド戦記流れてるぞ。あとは服が怖いです。あなたの肩とかかけんかったらどうなの？心を何に例えよう。高いですね。これどっちの方が安いんだ？なんで？車で行って安全なとことか、な、歩いて行った歩道の方が安かったんで歩道にしました。いや、それ危ないって。お前、歩きで OK なとこ、お前クマおったらやばいって。こんなに人おらへんで。そういうことやねん。あっぶねー。東口か。靴紐って結ばんでやんな。結んだ方がいいって。お前走って間に合うかわからんぞ。クマやろ、ただの。お前さ、クマモンとリラックマで育ってるわ、こいつ。シンジ？時間、それは悠久の流れ。ようこそベアマウンテンへ。シンジ？そっか、そっちや、入り口。全員クマや。無事に帰ってこれてる顔してる。いや、二人消えた顔してたやろ。なんて？二人消えた顔してたやろ。してへんやん。シンジ？こいつアホや、食われたらええねん。こいつ食われたらええねん。アホや、クマ舐めすぎや、こいつ。シンジ？だって動物園とか。おー、待ってくれ待ってくれ。クマうんこしてもうてるやん。こんなちっちゃいん、クマのうんこって。あんなずうたいでかくて。ちゃうわ、よだれか。クマの？うん、登ってきてよだれだって。人間食うてんねん。だから一っ子一人おらへんねんから。ここおったやん、さっき7人とすれ違った。7人おったけど2人消えてたやろ。ほなもっと落ち込むやろ、あいつら。落ち込んでたって。もう準備してたって、葬式。寿司頼んでたぞ。ボツやからせえや。どっちでもええやろ。シンジ？カラスがいっちゃん怖い。カラス全員が見とる。すべてのカラスが見とる。俺らのこと。おい、何匹おんねん、カラス、おい。何やねん、ベアウォッチングじゃなくて、おい。アイアムウォッチドカラスか。カラスに見られているか。近いね。飛べよ、お前は。おい、近いねん。飛べ。飛べよ。なあなあ、どっかおっ。あいつは嫌いだし。隠し事してる。言わんようにしてる。なあなあ、君たち、うん、クマってさ、どっかおった？教えて。秘密にしてる。なあなあ、クマさ、あ、喧嘩ちゃうんや。うん、一応遊びですからね。クマにとって。怖っ。クマでかいねん、冒険。
いや、産婦人科の待合室か。な、お前だ。いや、裏でサスケが千鳥したんか。めっちゃ可愛いな、これ。ジャイさんとタカ君ぐらい可愛いな。あの人一番怖い。マキシタチューブ。まあ今からですね、ついに、クマより怖い視聴者さんに会いに行きます。あの人一番怖いですね、人。はい。彼に会うために実は来まして、我々実はと、北海道に。彼の名は皆さんも知ってると思います。もうコメント欄でいっぱいお目にかかってると思いますが、リスペクトケイスケホンダというユーザー名でやってる彼なんですけど、彼の何が怖いかっていうと、その毎日僕と梅ちゃんに長文の DM を送ってきます、はい、動画の内容、動画の感想だったりね、全てのストーリーに反応もしてくれる。で、僕が例えばヒマラヤのチャンネルに出たとするやんか、はい、ヒマラヤの方にもコメント行って、ヒマラヤの方の動画も全部見て、その感想も長文で送ってくれるから。で、子供じゃないし、その専業主婦とかじゃなくて仕事してる人やん、うん、仕事外で何してんの。だから感謝を伝えに行かないだろ、俺、うん、結構怖いですけど、まあ感謝を伝えに、まあ、どんな人かも会ったこともないんで、うん、ワンチャン刺されます。はい、人が一番怖いです。熊よりも人です。はい、新千歳でね、レンタカー借りたんですけどね、新千歳から7時間かかるらしいんでね、ほぼ東京から大阪です。寝屋一個しよう、マジで。寝屋一個って何？寝屋一個。ほな行きましょうかー。シンジ、わー、バリ怖い道通ってるって。お前、北海道の熊出るって有名やねんぞ。あ、おって、ほら、おった、ほら。何、どれ。ほら、もうおったやん。タンポポやんけ。ちゃうやんけ。シンジ、キリウム出てきても出るやん。それまで出てきたらもう終わりやで。キリって何なんすか。ザブザやって。ガチザブザおるって。確かに僕もハクに似てるけどさ。いや、ザブザよりやって、お前。シンジ、お、やっぱ、ほっぺの、見せた、見せた。すっごい、こんなとこから DM 送ってくれてんねやな。シンジ、ということで、目的地到着しました。はい。ヘクトン地です。ヘクトン地です。はい。後ろに今、後ろに今、乗っけて、ヘクトンを拉致しましたんで。はい。ヘクトンはもう、初めてやもんね、会うの。初めてです。何歳？今月で20歳になります。え、おめでとう。あ、じゃあペクト酒飲めるやん。あ、飲めます。あ、じゃ、え、20歳になったとこ今なりました、今月。おー、ペクト酒飲めるやん。すごい、飲みた、ペクトと。力もなんかペクトにクイズ出さない。あ、いいよ、全然全然。あ、初級からいこうか。はい。じゃあ、まあ、マキがうんこを漏らしたんですけども、うん、あれはこう何の最中にうんこ漏れたでしょうか。初級がそれ、うん、基本答えられへんって。正解。詳しい。マキが出してくれへん。俺ペクトと早押しするわ。ああ、全然全然。挙手制だ。修行僕行ってたじゃないですか、滝行。ああ、そんな俺も一緒だろ、これ。あん時の3秒だけあれあげるわ。和尚さんの名前は3、2、1。はい。はい。うわー、すげえ。すげえ。すげえ。よう出てきたな。マジか。すご。すご。前回さん出てきたか。じゃあ上級。梅ちゃんもしくは僕が飼ってた犬の名前。これ俺はわかるわ。どっちでも大丈夫です。お答えください。はい。梅ちゃんがラブラブリーすぎた。すげえ。すげえ。マジか。マティカ君が。うわー、すご。これはすごい。すごすぎる。これはマジで身内でもわからないやつおるから。すげえ。やっぱペクトやな。ペクトでした。偽物かなと思った。本物。本物。これはもう本物や。うん、いや、もう何でも質問してよ、本当に。僕も本田さんに会ったら、聞かれへんもん。聞きたいこといっぱいあっても。あ、そうなん。うん。それは本田かっこいい。わかるんや、その辺。うん、全くわからんけどだから、その、ペクトが今、あんまりな、喋れんくなる。じゃあ、そういう、それは分かるんだけど、どう喋って欲しかったみたいなのが分かるやん。まあ、いっぱい喋って、いや、いっぱい喋ってあげた方がええやん。うん、それで。あいうえお。バカ。もう、お前、寄せうま。俺、もともと車屋やねん。なんか、車エビの言い方してんの。車屋。うん。嬉しい。うんば、うんばちゃうわ。ペクト死ぬぞ、これ。知らんやろ。去年の、あの、もう、売りも出せへん、プラムワンの公式ユニフォームです。嬉しい？嬉しい。
もうどこにでもゲットできひんからそれ。もう俺ももう持ってないし。俺ペン持っとうからサイン入れる。僕からもあります。お好み焼きです。お好み焼きです。お菓子と。まあ、お父さんお母さんも食べれるからな。そう。カステラです。吉本新喜劇の袋いる？うん。袋もはい。これなんですけど。食うなよ。こうなんか指とかでこうね、すぐ開かんみたいな時あるじゃないですか。スーパー買いに行って。ここ持ってここ持ってこうやって横にしたらここにね耳出てきます。これ引っ張ったら終わりです。すげえお前それ。はい。お前すげえなそれ。けどいつもありがとうな。ありがとう。もちろんもちろん。書こうか。どこにでも。そうペクト何枚でも書くよそんな。はい、ということで。ですね。あ、でも泣いてる。はい。10時間。10時間かけて来ましたね。はいはい、はい。大阪から飛行機で2時間、新千歳から7時間、6時間。土着そいのかやないかい。最後お前それでええんか。冗談でございます。キスやろ。はい。え？ファンやめられる。舌とか絡めたらどうする？怖いって。いや本当にペクト、すまんありがとう。ああいい絵だ。ありがとう本当。これはいい絵だ。わあいい絵だ。ありがとう。うん。じゃあね。すいません、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。気をつけて。はい。すいません。ありがとうね。仕事頑張ってね。はい、ありがとうございます。また飯食い行こう。お願いします。これからもいっぱい笑かすから。はい。動画見てね。なんてなんてなんて。これからもいっぱい笑かすから動画見て。ありがとう。すいません、ありがとうございます。いや、いつも DM とかね、送ってくれてますから。うんうん。うん、はい。え、それいかな？いや、別れのシーンやから。そう、別れのシーンやけど。3人ともきついよ、この前と。ケントもなんか、なんか、感謝とか。ああ、でも、ほんまに、でもいつも、時間ないのに、うん。ありがとうございます。うん、あとでも、何でも聞いて、はい。うん、何でも言うから。なんか困った時、しんどい時とかは俺らの。あ、ほんまに俺ら。うん、いや元気出るし動画見るとか助けに行くよな、もしほんまに困ったら、うん、それだけはほんまに約束する、うん、はい、うん、お願いします。しゃ、じゃあ早行け。ありがとう。バイバイペクト。バイバイ。かわいい。ありがとう。嬉しい。あ、ほんで20歳やってんて、うん、っていうことは僕の動画見ましたんが18とかやってな。そう、いやもっとやろ、前やろ。17歳とかな。だからそういったもう青春の1ページになれたっていうのが YouTuber としててよかったなっていうのを改めて感じれたし、うんうん。ナイスチャッチラブリー。落ちたわ。落ちてへんやろ。